おむすびチャンネル。イケメンだよ。イケメンだ。うるさい。落ち着いて落ち着いて落ち着いて落ち着くわよ。さあということで今日も始まりました。色気出しすぎでしょ。ささみママと遠藤のどういうこと。ミュージシャンインタビュー。気持ち悪い、はい、音が気持ち悪いよ。OSNって感じでここで使っては失礼だわ。本当だよ。ということでね、はい、あのイケメンの、あのイケメンの、いただいてるんですけれども、やったぜ。あのね、ちょっと何も伝わってこない。今日はやばいぞ。今日3本撮りなんですけど、最後のテンションおかしくないですか。ちょっと僕王子様顔がタイプって前話したと思うんですけど。そうだった。本当にテンション高いんですよ。あそう、どういうことよ。席交換する。どういうこと。でもいいかも、いいかもね。どういうこと。隣がちょっと隣が、あ、そっか、席交換するの。ちょっとよくわかんない。遊ばれた方が面白いんじゃない。まあそっかそっか、面白いちゃうの。そういうことの絵ですけれども、うんうん、まあ、あの私も、多分10年近く10年くらいだね、なりますね、知り合ってからなるんですけれども、とても大好きな方を選べた。やばいやばい、イヤリングが。イヤリングが動揺してますけれども、はい、動揺って感じで、では早く進めてもらって。まだ1番にも行ってないから5つのアジェンダ、いいかな、アジェンダー、はい、乗っ取っていきたいと思います。1、お名前は中村浩一です。素晴らしい。はい、ということで、中村浩一さんでございますけれども、はい、こうね、あのすごくシュッとしてらっしゃるんですけれども、はい、あの私お話ししてみるとですね、本当になんか中身が真逆だなってすごい感じて実はいるんですよ。っていうことはすごいね、なんかね、トンチン感。そうなんですか。あの天然って言われません。言われるね。言われますよね。言われる。でね、あのすごい真面目。真面目、うん、そこはそう思うんですけれども、トンチン感で真面目。トンチン感で真面目なんですよ。それ遠藤さんじゃん。あ、つまり違うじゃん。あ、今度じゃあ合コンでも。合コン。どういうこと。合コンって何。何人かいなきゃいけないけど。どういうことですか。はい、いつか次行きます。はい、はい、次です。にパートはギターです。ギター弾いております。素晴らしい。ギター。またフォークギターみたいな。高い高い。ビートルズポジションで。おお。なんかチャーハンでも食べてる感じだよね。かっこんでる、かっこんでる。ちょっと笑っちゃってブレちゃったよね。動画がさ。そういいですね。自然な揺れって感じでね。自然な手ブレって感じですけれども、はい、ギタリストでございますけれども、うん、ちなみにあのどんなジャンルを、うんうん、ロックがメインですね。うん、あとはオールディーズとか、うん、ソウルとかもやっております。あとフォークソングも実は大好きでやってます。かぐや姫とか。かぐや姫、かぐや姫大好きです。本当にいろんなジャンルでやられてるんですけれども、そうですね、あの私はあのオールディーズを仕事でやってる時に確か見に来ていただいたんですよ、1回、ね、すごく覚えてます。うん、なんかね、夜中の12時ぐらいにいらっしゃったんですよ、確か。仕事帰りに。で、その店、確かに1時ぐらいから最後のステージが始まるお店だったので、なんか最後のステージ見ていただいて、お客さんが2人ぐらいしかいなかった気がする。そこは覚えてない。本当？そうかもしれない。うん、懐かしいです。派手な9人組の時ですか。かな、かな、はいはい、リリーベイビーズの頃ね、言っちゃいますけど。はいはいはい、だったと思いますが、はいはいはい、そんな多岐にわたるジャンルをやられてるんですけども、はい、一番なんか自分の中でこの好きなジャンルというかあります？ハードロックですね。ハードロック、ハードロック素晴らしい。キャッチマイハーとかですか。そうです、そこら辺ですね。あ、そんな感じでございますよ。ちょっとね、いろんなライブハウスに本当行かれてるんですけれどもね、うん、そういうあのハードロック専門のお店もあったりして。そうですね、ありますね。そこでもやってるのよ。あ、すごい。今度行きましょう。ガチじゃない、その言い方なんか。シッ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 。旦那でしょ、そんな言い方ある。本当にね。はい、じゃあ次のアジェンダに行きたいと思います。はい、3、音楽を始めたきっかけは。
学校でですね、うん、ギターが流行ってたんですよ。弾き語りブームといいますか、ちょうど高校の中学校です。中学校で、あの当時ミスチルとかスピッツがちょうど出始めた頃で、出てたな。でみんなこぞってギターを始めてまして、その流れに乗っ取って、乗っちゃって、で家帰って父親にうちってギターあったよねって聞いたら、うん、あるよって教えが出てきまして、それでギター始めました。へえ。アコギですか？クラシックギターですね、あったのは。曲はスピッツとかミスチルを弾いたっていう。かぐや姫ですね。かぐや姫押しますね。押しますね。お好きなんだ。好きです。かぐや姫とあとミスチルも弾きましたけど。かぐや姫とミスチル。すごい。すごいユニコーンですね。全曲集買って弾いてました。どうしてプロになろうと思ったんですか？ギター触った時に、なんかピンときて、あら、これかなと。あら、すごい。すごい。それで進みました。インスピレーションが。そうですね、インスピレーションが。はい。謎の空気でしたけど、空気感がもう、なんとも言えないでございます。はい、ありがとうございます。それでは、次のアジェンダに行きたいと思います。4! 音楽以外の趣味は？そうなんだ。なんかよくフェイスブックでも車の投稿してるの見ます。車をどうするのがお好きなんだ。でもいじったりする人も好きだし、クラシックカーが好きな人もいるし、なんかいらっしゃる。ドライブが好きな人もね。ドライブが好きです。運転が好きです。いろんな車を試すのが好きです。お、遠藤さん。え？僕助手席にいいですか？どうかな。どういうことなの本当に。ドライブデートが行けるかななんて。あんた運転しなさいよ、どちらかというと。免許ねえからな。免許ねえからね。じゃあ免許取ってからですね。わー。よし、取りに行こう、遠藤さん。地道に頑張ります、ね。取ろう。結構機材とかもね、運ばれてるから、基本的に車じゃないですか。なんか結構遠い距離とか移動します？しますね。今まで10日。最近は、まあ、栃木とか行くんですけど、東京から5月に、まあ、コロナで飛んじゃったんですけど、あの下呂温泉が入ってました、仕事が。絶対やめなさいよ。本当やめたいよ。下呂温泉の皆さん、すいません、観光協会で怒られるから。本当にダメだよ、スポンサーもないから。欲しがってるけどね、なんだっけ、下呂温泉まで。そう、下呂温泉まで。すごいな。終わり。なんかこっちのセリフだよって感じ。終わりじゃないでしょ。三重県まであったよ。三重県。三重県。こちらまで飛んじゃったコロナで。え、車で行く予定だったんですか。車でした。疲れるね。でも好きなんですもんね、ドライブ。好きですね。独特の間でしょ。そうなの、あの結構オールディーズの業界とかハードロックの業界ってなんか結構元気な人多いんですけど、その中でものすごい知的な人だなって思ってます。元気なの僕無理なんで。無理ですね。ちょっと、まあ、たまに頑張るけど、まあ、空回っちゃう。うちらもそういうとこあるよね。そう、意外とね。そうそう、意外とネクラな人多い。おむすびグループ。値上がりの値段かかってる。そうね。まあね。そうなんですよ。じゃあちょっとぴったりですね。グループにね。弊社にね。弊社にぴったりですね。ぴったりございます。いらっしゃいますか。お待ちしております。さあ、ということで、来ました。最後のアジェンダでございます。のささみママに。わがまま言う。これが難しいんですよね。難しいですか。お願いします。物申すね、そうね、これ真面目なやつどっちでもいい。いや全然なんか普通にキモいとかそういう悪口悪口ちょっと普通にちょっとキモいとかでも譜面のチェック、譜面のチェックはしましょう。あ、結構変。たまにあらららやばい、これはリアルなやつ。いいですね。なんだっけな、楽譜がちょっとコードが違うところがあって、ボーカリストも難しいかなと思うんですけど、あの何が書いてあるかは自分で把握して渡すようにするというのがあって、知らない曲だとやっぱ不思議なコード来た時に、これ変わったアレンジなのかミスなのかどっちだろうって。なるほど。
響きますね。ね、よくね譜面を作るお仕事もねたくさんやってらっしゃいますよね。すごい綺麗に、うん、ね、うん。それでお仕事をしてるんでしょ。ね、素晴らしいですよね。ね、そう基本的にはその歌の人が譜面を書いてミュージシャンに渡すっていうのが私たちの仕事なんですけれども、やっぱりねこうやって言っていただけると勉強しなくちゃなと思うんですが、うん、いやありがとうございます。いやいいですね。こういうですね。どういうことなの？どういうこと？さあということで、ね。今日はイケメンを迎えてちょっとなんかいいじゃないですか。浮ついた感じでね。浮ついた感じでお届けしました。どっちが好みか聞かなくて大丈夫。いいですか。いいんですか。すごい究極な切磋琢磨。そうそう、うんうん、どっちなんかこう2人しか選べない。そう、もう本当に2人しか選べない。うんうん、新しいパターンのね。新しいパターン、うん、一瞬ささみって言おうと思ったのに、うん、その目つきを見てちょっと揺らいできた。ちょっといいぞいいぞ揺らげ揺らげはい、ね、はい、じゃあささみかな。ダーン意外とね。じゃあ理由は何ですか。理由はですね、うん、まああれじゃない、なんとなくそっちの方が都合が良そう。まあ確かに良いですよね。こんなの味方につけといたらちょっと。あ、そうちょっとお店的にね。いや、今もう本当良くないですね。あ、さあということで、じゃあ今日から私、あなたの女。じゃあ僕は男。どういう意味。謎の感じで終わりましたけれども、はい、ファンの方々に怒られてしまいますが、はい、じゃあそろそろね、締めていただいて、はい、今日のゲストはギタリストの中村浩一さんでした。浩ちゃん、アポロさんです。イケメンドッキリですよ、皆さん。